左翼、エコロジー、自由は、かつて存在した、イタリアの政党の一つ、環境社会主義、民主社会主義を掲げていた。党の綱領によれば、当世は、平和、非暴力、雇用、社会正義、経済社会の知的、生態学的転換である。2012年12月には125,074人の党員を抱え、イタリアの政党の中で4番目の規模であった。 2009年の欧州議会議員選挙に向けて結成された政党連合左翼自由の後継政党である。SL は議席獲得に必要な4%条項を超えることができなかったが政党としての組織化に向けた準備を進めることになった。しかし、緑の連盟やイタリア社会党が党内対立の結果 SL から離脱するなど浸透結成には ウヨ曲折があった。二千九年十二月のローマで、透明にエコロジーを加えて、左翼、エコロジー、自由と名乗ることが決定され、二千十年十月二十二から二十四日に、フィレンツェで創設大会が開催され、ニッチベンドラが党首に選出された。二千十年の地方選挙では、イタリア社会党と協力関係を築き、イタリア中部及び南部で前線し、特に、 プッテア州の選挙では、ベンドラが州知事に再選された。また2011年5月、ミラノとカリアリで、セルの推薦をする候補が市長に当選した。2013年2月の総選挙では、セルは中道産派の政党連合、イタリアよきコムーネに加わり、下院で37名、上院で7名の当選者を得た。2016年12月17日、セルは、 回答した。2017年2月19日に後継のイタリア左翼が正式に正当として出発した。ありがとうございます。